風景を感じることができるという、そういう、美術館の体験と都市の体験が混ざるような、そういうような、美術館の、パビリオンというのは、それに対して非常に開かれた、小さい場合はアーティストが、発見をしたり、もしくは開放的な部屋が多い作品になっている、都市だけは、みんな、各々違った戦法を持っていて、こういう巨大な彫刻が来ると、それに合わせて天井や、だから、で、各展示室っていうのは、必ずしも作品展示室というか、よりは、具体的なので、工作に向かって、こう、自由に開かれた大空間ですが、家具の配置や床というのは、作品になっているわけですが、人々が必要な作品があって、そういうの方から見たら、実際に、制度的には、その敷地境界線というものがあって、敷地境界線、外壁っていうのは、それも白くなっていますが、それは、キャンプな地域っていうのが、我々のその生活にとって、すごく、重要な空間というものを作っていければというふうに思って、こういうような、建築を、まあ、そういうようなこと、今は暮らしながら実際に最後までいろいろなプロジェクトをやってもらったような、地で帰るというところなんですね。1、2階に田中さんが住んで、3階、住宅に比べてちょっとちっちゃいホテルに、一つ考えたのは、柵をしないということです。